こねき遊び賢者でございます。ね、まだね、あのウイルスの方がね、あの収まってませんのでね、これですよね、これやんなきゃいけないですよね。やっぱりね、釣り場の方もみんなね、あのマナー守れてる方でね、みんなこれしております。はい、どうですか、怪しいですよね。これ明らかに私ね、怪しいと思うんですよね。この間も言いましたよね、これね、グリコ森永犯か3億円犯人みたいな顔ですよね。そして月光仮面というようなかっこいいような、私もんではございませんからね、そんなところでございます。はい、まあね、部屋にね、私しかいませんのでね、ちょっと息苦しんで鼻だけね、出させてもらいます。鼻だけね、これね、こういうのありましてね。そういうバカなこと言ってる場合じゃございません。はい。こういうつまらないことばっかり言うと、親父ギャグって言われますからね。私もね。はい。しょっちゅう言われております。はい。まあいいんですよ。うん。それはともかくとしまして、私ね、サムネイルにもね、ありましたようにね、ニューロッドケースを購入しました。でね、一人で喜んでるのが楽しいんですよ、私。ね。銀ピカでいいでしょ？なかなかね。私のロッドケースもね、十何年使ってもうボロボロになりましたからね。結構ね、これでもゲちゃん、物をね、私大事にするんですよ。でね、新しいロッドケースをね、実は、インスタの中でね、フォローさせていただいてる方の中にね、販売してる方いまして、あ、これかっこいいし、イカラ釣りにぴったりだなーって思いましたんでね。購入させていただきましてね。で、それ持って入魂しようと思ってね、今回行ったわけですよ。行ったわけですよ。で、よく出して、ちょっと大きいの釣れるとことか、そういうこと考えてね、もう十何年ぶりぶり、15年ぐらいですかね、もう行ってないような釣り場にね、ひょこっと行ったもんですから、釣れるわけないですよね、考えてみ、あ、余計、まだネタ言ってしまいましたね、私はね、すみません。はい。というような具合でね、入魂するために、三重県は引本湾のイカダに行ってまいりました。でね、当日イカダにね、私一人かと思いましたらね、常連らしき方がもう一人実はいましてね、こうやって私見てベラ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 喋ってイカダの上でこんなことやってたらね、撮影してたら、やっぱ迷惑でしょ？嫌ですからね。だから、ね、おしゃべりできないんでね、実際のところってほとんどできませんでした。したがってね、今回はね、アフレコでね、このセリフもちょっと入れてね、動画をお伝えしようかと思っております。ご勘弁ください。というわけでね、ケンちゃんね、もうネタ喋ってしまいましたけど、頑張って一応釣ってきましたんでね、まあ一日ね、どんな様子で、帰り飯食うとこまでどうかね、お付き合いできる、お付き合いしていただければと思います。ではね、今から VTR スタートしますんで、お楽しみになってください。よろしくお願いいたします。スタートです。
はい、皆さん、こんにちは。スリシケンチャンでございます。今日はアフレコでお送りいたしますね。いろいろと事情がありまして、三重県のね、今日は尾鷲引本の筏に来ております。まあ、大根の筏っていう通称を呼んでるところですね。はい。まあ、もう15年ぶりぐらいになりますよね。久しぶりなんでね、今日どうかとは思うんですけれどもね、とりあえず一日頑張ってみようかと、いうふうに考えております。そうなんですよね。なかなか久しぶりにね、イカダ来てもね、久しぶりのところはそう簡単に釣れないんですよ。イカダ釣りはそう甘くないしね。はあ、今日は本当にね、どうなるんでしょうかねって言ってますね。ほんでもね、困ったことにね、まさかね、私の他に、いかだに釣り人がね、いるとは思わなかったんでね。とにかく静かにしなきゃいけないのがなかなかしんどいですよね。今日撮影はちょっとなかなか難しいんでね。で、こういう感じになったんでね、こうやってアフレコで、やらしてもらってるんです。ほんでもね、なんとか頑張りますと本人言ってますけど、やっぱりちょっと調子崩しましたよね。このベラベラっとこう喋るんでね、私も調子に乗って、釣りできるとこがあるんでね。まあなんとか一匹とか言ってますけどね。まあそう簡単にいかないですよ。なかなかね。まあいつもの調子になれるかどうかわかりませんけど、とりあえず一匹目指してね、頑張ってみようと思いますって言ってますね、本人もね。はい、皆さんもご期待ください。よろしくお願いします。いやー、今日なかなかね、いい天気になりましてね、最高でしたよ。ね、本当に15年ぶりぐらいの引本湾なんでね、懐かしいです。ね、向こうの赤塔だけね、なんとなく見て覚えてますわ。アオリイカの釣り人もたくさん来てました。ああ、エサキシのブルーステージですね。これなかなか使いやすいんですよ。団子ね、固く握っても柔らかく握ってもね、で、安いんですよね。ちょっと割安。いい感じでした。毎回あれ私使ってるんです。釣り始めてね、もう早速朝飯です。トルティーヤですよね。まあコンビニもんですけどね。これ大好きなんですよ。私ね、よく食べるんですよ。だいたいね、もう釣ってすぐにね、朝飯食い出すとか言ったらもうね、ああ、ああ、ああ、オキアミ触った手でこれ食ってますね。あららららら、しかもボロボロこぼしてね。まあ、ケンちゃんやりたい放題ですね、これね。もう完全に坊主のパターンまっしぐらって感じですよね。まあ実際ね、朝からこれ釣ってますけどね。まだ食うつもりですね。あ、食いながらの釣りや至福って書いてありますけど、その通りですよね。もうまさに好き放題の世界です。ね、釣りはこれが楽しいですよね。まあね、私ね、釣るのもそれは好きですけれどもね、まあこうやってご飯食べたりするのもね、釣りの楽しみの一つですから、ああ、オキアミ無傷ですよ。全く何にもいない状況ですね。なんかほんの小さいね、餌と、本当に小さい餌釣りがちょこっとはいるような感じはするんですけどね。まあ団子にぎにぎしてね、気配はもうほとんどありませんね。まあもうちょっとね、粘って釣りしてみようってことでしょうね。まあこういうところでね、ちょっと今40、小さくても40センチぐらいある、それ以上のね、釣り場、狙う釣り場だとね、なかなかなんですよ。そう簡単に釣れませんしね、地合いも3時過ぎてからってね、いつもの恒例のパターンになりがちなんでね。まあ水深もこれ12メートルぐらいでしたね。まあ余計にね、こんなね、大型にしてみれば浅場ですから、そうそうね、状況良くないと警戒して食ってきません。
お、当たりますよって書いてありますね。どれどれ？ん？おお、来ましたね。もう、いかにも餌取りって当たりですよね。軽いって言ってますね。軽いって言われにはね、ちょっと見せ場も作んなきゃいけないと思って一生懸命わざと巻いてますね、これね。まあ、小魚でしょう。何かな。おお、チャリコですね。ああ、チャリコやんかって言ってますけど、これ来た時ね、こういう体型の魚が釣れた時って、大きいのもね、その後来ることもありますから。ああ、綺麗ですね。可愛いですね。持って帰るにはちっちゃいね。なかなか針が張れてないみたいですね。ああ、切るんですね。ぽっちんとね。ああ、綺麗ですね。やっぱり天然のね。綺麗ですね。小さいですね。40、50センチあれば持って帰るんですけど、残念ですね。さあ、もうちょっと粘って釣ろうかね、という感じですね。まあ、針結ぶんですけどね、私も、目悪くしてからね、私ね、右目がね、見えないんですよ。だから余計そこからね、これ、まあ、老眼もあるんですけどね、針結ぶのとか遅くなりましたよね。年々結ぶの遅くなりますよ。おぼつかない手元で頑張ってますね。あ、もうすべたやですね。まあね、これ画面変わりましたけどね、もう実際のところ、もう3時過ぎてるんですよ。もうあれから何時間とね、延々と当たりなしって感じですよね。さあ、合わせますよ、ここから。よし、行って行きましたね。おお、なかなかの手応え。これは大きい。まあ、ボラですね。まあ、明らかに本人分かってますね。はい。ボラや。あれでれれ。これが死ぬならね、もう50は超えてるでしょうね、楽々ね。まあね、ボラも来ましたけどね、本当にね、他の魚いないんですよ。もうボラならボラのみでね、もう全くボラが団子つくだけでね、オキアミも取られませんからね。ああ、上がってきましてボラですよね。さよなら！ああ、いう感じですよね。参りました。そして気がつけばあっという間に夕方になってます。もうケンちゃん完全に黄昏れております。
certain time.疲れました。あんなあたりはないよね。チャリコがあった時ちょこちょこっと魚の気合いあったわけで、あとは何にもないです。もうケンちゃんグロッキーです。せっかくね、新品のねロッドケースも持ってきたっていうのに、なんてこったって感じですよね。くそー腹立つな。しかしその前に腹立つよりも眠いのが先に立ちますどうしようもないです。ちょっとしばらくね寝るしかないです。私の得意のねへそ天やります。トンビがね餌狙ってますね。トンビの餌ね、あの野郎って感じですわ。はい、いかがでしたでしょうか。あ、これね、またこれしなきゃね、追加でね。ね、冒頭に言いましたような結果になりましたでしょ。そうそう、久しぶりに釣りに行ってね、釣らしてくれるほどなかなか甘くはないですよね。まあね、これはね、こういう反省も何十年もしてんだけど、全然進歩がないんですよ、私ね、本当にね。釣りの前になるとね、皆さんもそうでしょう。頭の中こうやって妄想だらけになって、いろんなことね、こんなのなってね、どうしようしよう、イヒヒとか思ってるうちにね、気がついたらイカザメに乗ってるんですよ。それをね、何十年もかけてやってますから、私もね、本当に反省のない人でね。まあね、次回はね、体力があればですけどね、ちょっと二日ほど連長ぐらいして頑張ってね、魚も釣ってどっかね、
行って、ちょっとあのロッドケースにもね、ぜひとも入魂したいなというふうに思っておりますんでね、次回ちょっと反省して頑張りますんでね、またまたよろしくお願いいたします。ね。チャンネル登録の方もね、ぜひともよろしくお願いしますね。まあこんなケンちゃんですけど、マニアの方がポチッとしていただければ非常に喜びますんでね、よろしくお願いします。それではまた、お会いするまで、皆さんもごきげんよう、お元気でいてくださいね。さよなら。